に、一般公開日、始まります。今回ですね、オートサロン、コロナ対策徹底しておりまして、前売り券をご購入された方のみの入場となっておりますが、オートサロン昨日金曜日、業者公開でだったんですけども、もうかなりの、盛況をかなりの方がいらっしゃいまして、久々にこの熱気が戻ってきたなという感じがします。はい、ではですね、早速なんですけども、今回、私が、HKS ブースの紹介をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、こちらまず HKS ブースなんですけども、今回ですね、パワードバイ HKS、 こちらをコンセプトにいたしまして、2台の GR86 と GR ヤリス、こちらを、展示しておりまして、HKS の技術力、開発力というのを、最新車種への、取り組みで、いち早い取り組みでというところで、こちら表現しております。さらにまた、欧州車向けの新ブランドビーツやアドバンスドヘリテージといった、新しい試みも紹介しておりますので、まずは、中を見ていただきたいなと思いますので、こちら、紹介いたします。ではこちらですね、まずこちら HKS ブースに入場いただくにあたって、今回ですね、入り口と出口、こちらを設定しておりまして、さらにはですね、床にこちら、矢印を引きまして、順路を見ていただきたい順路というのを設定しております。今回ですね、こちら、コロナ対策ということで、人がたまらないようにというところを、目指してこちらのブース、デザインしておりますので、どうか、ご来場者様のご協力をお願いいたします。はい、ではですね、こちら早速見ていきましょう。はい、こちらはですね、HKS ドライビングパフォーマー GR86 となっております。はい、こちらまず見ていただきたいのが、HKS オリジナルのエアロパーツ、ボディキットのタイプ S、こちらになっております。力強いフロントのデザイン、またサイドのバーチパネルや、カナードといったところは、ドライカーボンで作成しておりまして、見た目にも高級感あふれる仕様となっております。もちろんこちら、構造変更なしで、車検対応の、ストリートエアロとなっておりますので、一般行動でもご安心してお使いいただくことができます。はいですね、こちらエンジンルームはを見ていただきますと、こちらに、GT2 スーパーチャージャー、こちら早速、取り付けさせていただいております。はい、こちらでですね、前型の ZN6 型の86でも 86BRZ でも、定番だった、GT2 スーパーチャージャーだったんですけども、今回こちらの GR86BRZ でも、開発に取り組んでおります。で、今現在狙っている開発目標としましては、最高出力300馬力、こちらを、狙って運営して開発しております。はい、では続きまして、こちらハイパーマックス S コーナーとなっております。はい、ハイパーマックス S は、走り心地という、新しい価値、新たなる価値をコンセプトにいたしまして、昨年の3月こちらに発売を開始しまして、今回のラインナップがもう非常に増えてきたというところで、こちらまた新たに、告知をしておっております。で、こちらさんにもラインナップも、これほどまでの乗り心地の違いを生み出す新型のフェアレディ Z や、ハリア、新型ダブルアレックスといった、最新車種もこれから開発に取り組んでまいりますので、ぜひご期待ください。はい、そしてですね、今回こちらに置いてあるタブレット、こちらを通じまして、静岡県にあります本社に、待機しております開発担当者と、リモートで、お問い合わせ質問等が、行えるようになります。まして、HKS レーシングパフォーマー GR86 と言っております。これはですね、昨年末の、筑波サーキットでのタイバダックにて、1分1秒286、こちらですね、谷口伸輝選手の、ドライブ、ダイビングで、打ち出しまして、今現在 GR86 最速タイムを記録している車両となっております。はい、でですね、今回ですね、タイムアタックした仕様、ワイドボディに加えまして、さらにじゃあ迫力あるワイドボディ、こちらも HKS オリジナルとなっておりまして、市販化も、視野に、現在開発を進めております。はい、ですね、で、エンジンルーム、タイムアタックした際は、MA 仕様のエンジンだったんですけども、今回こちら、ボルトンターボ、こちら、搭載しております。今回ですね、GT3RS タービン、こちら取り付けさせていただいておりまして、これからですね、下級機仕様での、アタックっていうのも、進めさせていただきまして、1分フラット、1分切りという、さらにその先というところでの、開発と、また、市販車に向けて、GR、これからの GR86 チューニングの、
進捗っていうのも、こちらで先行会研究していって、よりお客様オーナー様に、フィードバックするというような形で行っていきたいと思います。はい、はい、こちらですね。こちらはですね、ニューパーツラインナップということで、注目、現在注目の新商品、さらに現在開発中というところの、ものも、こちらにて取り揃えております。今回ですね、こちら注目は、春から、順次発売予定の、新しい人気タービン汎用タービンシリーズとなっておりますですね。今まで、になかった出力レンジ、特にですね500馬力以上というところの、タービンラインナップというのを、このように、拡充していきまして、より多くの、ターゲットというのをうち、1ケースでカバーするというのを目標に、こちら現在、開発リリースに向けて準備を行っております。はい、そしてですね、こちら、フルコンピューターで、多くの指示を得ております、Fcon V Pro をこちらですね、バージョン 5.0 ということで、ある種今現在開発の、後継モデルとなっております。はいですね、こちらですね、最新車種に合わせまして電動スロットル直噴というのところも対応しておりまして、さらに、当社の IoT 技術、投入いたしまして、データを、車両のデータを、インターネット上にアップロードするまして、今まであのパソコンと、V プロをつないで、セッティング書き換えというのを行っていたんですけども、今回ですねこれをインターネット経由上で、行うことができまして、パソコンとつながなくても、書き換えができるようにというところで、こちら、現在開発を進めております。こちらですね、今年の夏のリリースを目標に、開発しておりますので、ぜひお楽しみにしてください。はいですね、ではですね、こちらですね、1ケースドライビングパフォーマー GR ヤリスということで、昨年も展示いたしましたこちらストリートを、主眼に置いた、GR ヤリスとなっております。ですね、今回ですねこちら、ぜひ注目してさせていただきたいのがこちらの、ゴールドエアインテーク と、こちらの EVC Fcon アリスを組み合わせたサブコントロールシステム、こちらのブーストアップアイテムとなっております。まずですね、ゴールドエアインテークなんですけども、はい、こちらですね、今現在リリース発売中となっておりますレーシングサクションをベースにこちら上を覆って、あの囲って上、さらにはこちらのインテークダクトをこちらで構築いたしまして、より多くのフレッシュエア、そして、吸入空気温度の、コントロールですよね、そこを狙った商品となっております。こちらですね、性能もさることながらこのエンジンルームの存在感っていうのはもう非常に、大きなものをやって、より、GR ヤリスの特別感というのが増すんではないかなというふうに考えております。はい、そしてですねこちら、サブコントロールシステムなんですけども、GR ヤリス、こちらですね負圧制御の、アクチュエーターとなっているんですけども、こちらに合わせて EVC7 を、ヤリスに合わせて、専用設計、また、スポン IS も、こちらもヤリスに専用設計していることによりまして、よりきめ細やかな制御、より高いポテンシャルを狙ったブーストアップアイテムとなっております。こちらですね、カプラーオンで装着できまして、純正比で40馬力アップ、さらにですね、1ケースのパワーライター点で、原車に合わせたセッティングを行っていただくことで最大60馬力の、アップをこちらのサブコントロールシステムで狙う、まさに GR ヤリスのブーストアップではもう最大限、狙った商品となっております。こちらもですね、春頃のリリースを目指しておりますので、オーナーの皆様ぜひ期待してお待ちしてください。はい、では続いてこちら、ディーツ、こちらはですね欧州車に向けて走りの喜びを仕立てるをコンセプトに、登場しました、シリーズとなっております。ではですね、第1弾としましてアバルト595、こちら、人気の、イタリアンホットハッチとなるんですけども、こちらに合わせてマフラーサスペンション、さらに、ブーストコントローラーとリリースしております、ね、これからも、どんどんアバルト595、さらに、他の車種にも展開、していく予定ございますので、ぜひともこちら、動向に、要注目してください、はい、ではですね、こちらですね、では GR ヤリスの新商品と、現在です発売中の商品、さらに開発中の商品となっております。こちらですね、ジャリアリスも非常に多くのパーツ、出揃え始めまして、で、さらにより、よりハード系の方にも、現在開発を行っております。でですね、今回こちら、マフラーのところではですね、今、好評発売中のスーパーターボマフラーにさら、にフルチタンバージョン、こちら、
登場いたしまして高効率さらに静粛性というところからさらに軽量さまで、手に入れる、マフラーとなっております。こちらも、現在開発中ですのでこちらも楽しみにお待ちくださいませ。はい、現在発売中のインタークーラーキットから、さらにこちらファイティングキットですね、さらにゆくゆくはこちらですねフォースタービンキット開発中ですので、ぜひより高みを目指したい GR やりそうな方にはまさに大注目の商品となっております。はい、はい、ではこちらですね、GR86 新型 BRZ の商品となっております。でですね、現在、マフラー、サスペンションこちらの方リリースしているんですけども、マフラー、こちらですねリーガマックスプレミアムハイパワーステック L2 現在発売中の2つに加えまして現在こちら、静粛性低配圧こちらをベースにしました、リーガマックススポーツ現在こちら開発中となっております。見た目、サウンド、さらに狙う性能こちらですね、オーナー様の好みに合わせた、マフラーのチューニングができると思います。はい、さらにですね背景ではですねこちらスーパーマニフォールド GT スペックこちらも現在開発しております。まさに前方の ZN6 では非常に定番のチューニングメニューとなっていたんですけども今回それを GR86 BRZ でも展開していくというところであります。はいですね、こちらサスペンション、こちらすでにリリースしておりますハイパーマックス S、 はい、ハイパーマックス S こちら現在で好評リリースしておりまして走り心地というのも GR86 でも体感していただきたくこちら現在発売しております。さらに、ハイパーマックス4、マックス 4ST こちらですね、より、スポーツユースサーキットユースに向けた、商品というのも現在こちら開発中でしてぜひともよりハードな走りを求める GR86 BRZ オーナーの皆様ぜひご期待ください。はい、その他もですね、こちらオイルクーラー、ガスケット、ベルトといった冷却類、補給類も現在こちら開発中ですのでこちらもします。はい、こちらですね、現在開発中の GR86 インテークシステムとなっております。でですね、こちら、GR86 の、緻密な制御に合わせまして、こちらのボックスの中に、スーパーパワーフローが入っております。はい、一見、クローズドレイアウトに見えるのですが、まさにそのコールドエアインテークのようなレイアウトとなっておりまして制御を乱さずなおかつ高効率というところをこちらのインテークシステムで狙って現在開発中となっております。はい、では続きましてこちら HKS アドバンスドヘリテージのコーナーとなります。でアドバンスドヘリテージはあなたの旧車に最新の技術を未来の技術というのをコンセプトにしまして高効率エンジンとなっております。こちらはですね F1 でも採用されているフレッチャンバーこちらを採用しましてこちらを採用し、まあ、その他にもね搭載角度に制限のないバーチカルターボチャージャーや、電動のウエストゲートなどこちらの、より、高効率、高出力と低燃費そして、環境に優しい排ガス性能というのを、3つを両立するというところで現在このコンセプトで開発を行っております。はい、でこちらはですねそちらのアドバンスドヘリテージのこのようなコンセプトをこのようなコンセプトのもと開発している、インテークシステムとエキゾーストマニフォールドになります。こちらですね現在 3D プリンターのモックアップとなっているんですけども、インテークシステムは、カーボン CFRP での、システムとなります。こちらのインテークシステムなんですけども純正と同じくクローズドレイアウトで吸入空気温度のコントロールと、さらにパイプ系フィルターの、拡大や、インテークダクトの追加でまして、空気の、吸入効率の上昇というのをこちら狙っている商品となります。はい、でこちらのデュアルウォールエキゾーストマニホールドはですね、二重断熱構造を採用しておりまして、こちらですね外壁内壁に加えましてこちらの真ん中の、真空層、こちらを、加えることによりまして、より、断熱効果をより高めているというものになります。こちらはですねこちらインテクシステムエキゾーストマニホールドは、現在夏頃、リリースを、目指しておりましてこちらも現在開発しております。ぜひスカイライン GTR オーナーの皆様はぜひともご期待くださいませ。HKS ゲートオンラインということで、HKS のオフィシャルグッズを、販売している公式のオンラインストアのブースとなっております。ですね、こちらですね、HKS は非常に、多くのグッズ、こちらのですね、パ
ワープローを押したクッションや、タグ、フライトタグといったこちらの商品というのは非常に多くの注目を浴びております。こちらのようなグッズやさらにですね、ウェア類、そして、こちらウェア類ですね、でさらにこちらですね、オートサロン限定の、プーマさんとコラボしました、ダウンジャケットとサコッシュ、ミニバッグとなっております。はい、このような、グッズが現在、送料無料で、ご購入いただきまして、さらに、プレゼント、抽選プレゼントキャンペーンも行っております。はい、ではですね、HKスブース、こちら、こちらで最後となります。いや、以上となりますが、HKス、こちらですね、来年で、50周年、創業50周年を迎えさせていただきます。この、締めとなる年に向けて、HKス、まだまだこれから、パワードバイ HKスをテーマに、開発に、お参りしていただきますので、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。では、HKスブースご来場される方、また会場に行けない方、こちら、HKSイズもこちらで堪能していただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。